アヤアコスト、テラモーン、ジャンミシェル・ルモーガ、テラモーンは、ギリシア神話に登場する英雄である。サラビース島の王で、カルドーンのイノシシ狩り、アルゴナウタイ、ヘイラクレースのトロイア攻略に参加した。長母院を省略して、テラモンとも表記される。アイギーナ島の王アヤアコストエンデイ,イスの子で、ペーレウスと兄弟。ポーコストはイボ兄弟である。一説では、 テラモーンは、キュクレウスの娘グラーケイとアクタエオスの子で、ペーレウスとは友人だったとされる。グラウケイは、テラモーンの最初の妻とも言われる。アルカトースの娘ペリボイアとの間に、ダイアイアース、トロイアの王女、ヘイシオネーとの間に、テウクロス、また一説に、トロイアの女テアーネーラとの間にトラムベーロスを、設けた。ダイアイアースとテウクロスは、トロイア戦争の英雄である。 神話によるとテラモーンとペーレウスは競技に優れたポーコスをネタんでポーコスの殺害を計画した。すなわち競技の最中にポーコスの頭に円盤を投げつけて殺した後遺体を隠すというものである。実際に殺害を実行したのはテラモーンであり、二人は森の中にポーコスの遺体を隠したが殺害が露見し、アイギーナ島を追放された。このため、 テラモーンは母方の祖父父にあたるキュクレウス王を頼ってサラミイス島に亡命し王の娘ウラウケイと結婚した。そしてキュクレウスが後継者が生まれないまま死んだ時に王国を譲り受けた。テラモーンもまた子供に恵まれなかったが妻との死別後アルカトースの娘ペリボイアと再婚すると二人の間に大アイアースが生まれた。この息子にアイアースと名付けたのは ヘイラクレースがテラモーンに息子が授かるように祈るとワシが現れたことによるという話が伝わっている。その後、テラモーンはヘイラクレースに従ってトロイア攻略に参加した。テラモーンはこの戦争で城壁を越えて一番乗りを果たす活躍をしたがアポロドーロスによるとヘイラクレースは一番乗りを奪われたことに腹を立て、テラモーンを殺そうと考えたという。 殺意を感じたテラモーンが突ゃにその場に転がっていた石を集め出したので、ヘイラクレースがテラモーンに何をしているのかと尋ねると、偉大なるヘイラクレースのための祭壇を作っているのだと答えた。ヘイラクレースはこの返答に満足して殺すのをやめた。戦争がヘイラクレースの勝利で終結すると、テラモーンは報酬として王女、兵士おネを与えられ、 この女性との間にテウクロスを設けた。また、テアーネーラも、この戦争で得た捕虜だった。後に二人の息子たちは、サラミース等の軍勢を率いて、トロイア戦争に出兵したが、ダイアイアースは、アキレウスの鎧をめぐる争いが原因で非合の死を、遂げた。テラモーンは、テウクロスが帰国した際、ダイアイアースの死に起こり、テウクロスを追放した。そして、 テウクロスが連れ帰ったダイアイアースの維持、エウルサケースに王国を継がせた。一方、テウクロスは、キュプロス島に渡り、サラミーズ氏を創建した。なお、サラミーズ島の王権は、エウルサケースの孫のピライオスによって、アテーナイに譲渡されたと伝えられている。アイアスの語源をエイトースの語で解釈する古代の、俗説。わしは、大見ゼウスのシンボルで、 ヘーラクレースの祈りに対してゼウスが吉兆としての和紙を使わしたということである。オドゥッセイアではゼウスはオドゥッセウスに対して雷で応えている。プルタルコス、ソロンデによるとピラヨスはエウルサケースの兄弟。プルタルコスはこの二人によって譲渡されたとしている。ありがとうございます。